最後に大学の候補のカメラも撮らせていただきます指名された今の心境をお聞かせくださいえっと、ほっとしました、一番自分を評価してくれた球団に入りたいっていう思いがあったので、広島カープで野球がしたいと思ってたので、とても嬉しいです正直、指名された瞬間は、もう頭が真っ白になったというか。自分自分身身兵庫県西宮出身で もう阪神タイガースを小さい頃からずっと見てきたので嬉しかったです。